皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドカポンアップ無限のルーレットのファミ通紹介をしていきたいと思います。おなじみのキャラクターがはちゃめちゃバトルを繰り広げます。ではキャラクターを紹介します。ウコン、キャラクターボイスは利根健太郎さんです。腕っぷしが強く気のいい認証者です。正体は民からの信頼が厚い大国ヤマトの右近衛大将オシトルです。続きまして猫ね、キャラクターボイスは水瀬祈りさんです。オシトルの妹で最難関である電子に歴代最年少で合格した少女です。続きましてアンジュ、キャラクターボイスは赤崎千夏さんです。天真爛漫なヤマトの王女で、お忍びで白を引き回すうちに自分を姫として特別扱いしない彼に好意を寄せています。続きましてカミュー、キャラクターボイスは釘宮リゲーさんです。宗教国家オンカミヤム会の王女で、明るく元気で社交的ですが実は寂しがり屋です。続きましてアルルー、キャラクターボイスは沢城みゆきさんです。エルルーの妹で動物と心を通わすことができますが非常に無口です。続きましてルワンギ、キャラクターボイスは吉野博之さんです。亡国の剣士の息子でエルルーの幼馴染です。キャラクターの成長要素、獣を倒すと経験値が手に入り、キャラクターはレベルアップします。成長するとステータスが上昇し、スキルを獲得することもあります。キャラクターごとに多彩なスキルを覚えられるので、スキルを活かした戦いが重要です。続きましてゲームの流れをチェックします。最終目的やクリア条件、ステージなどを決めたらいよいよゲームスタートです。プレイヤーは1ターンに1回だけ行動できて、ルーレットを回して出た目の数だけマスを進めます。止まったマスによって戦闘、買い物など多彩なイベントが起こるので、これらを楽しみながら勝利条件を満たしてゴールを目指しましょう。オンラインバトルも熱いです。そして初回限定版店舗の特典を紹介します。専用パッケージやビジュアルブック、アクリルキーホルダー、オリジナルサウンドトラックなどの豪華な特典が満載です。本作のイラストを担当した奈良部さんなどがによる書き下ろしイラストの店舗特典もあります。三つみさん書き下ろし B2 タペストリー、アマロさん書き下ろし B2 タペストリー、奈良部さん書き下ろしアクリルキーホルダーなどがあります。というわけで今回はこの辺で、ドカポンアップ無限のルーレットのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。